こんばんは。リサーチサーフヒデの波乗りラジオ、全国のリターンサーファーに送る波情報ラジオです。この番組では本日の波情報の振り返りと明日の波予想をそこに一言付け加えて、いつも大体10分ぐらいでお届けしますので、サクッと聞いていただけたら嬉しいです。今日はね、日曜日で総括の日というところなんですけど、今もあの宿で、ね、あの出筆中なんですね。昨日あの LINE 見ていただいた方だったら分かると思うんですけども、篠宮でねステイしてるんですけども、なんですが海行ってないんですよいや本当に笑えないよね、汗でね、海のそばにいるのに何のために海のそばにいるんだって思いますよね。サーファーでしょっつってね言われちゃいますよね、これね。いや本当そう、本当そうなんですけど、いやでもね、逆なんですよ。いつでも行けるからってね、まあいいやそうね、なっちゃうんですね。まああまりね波が良くないっていうのもあるんですけどね、まあ海波が良かったら行ってるけどね、そうなんですよっていうのもあるのかな。でまあやりたいこともありますからね、そうなんですよ、そういう感じです。そんな感じなんですが、でもやっぱりね、ある意味幸せなんですけど、ありがたみがなくなってしまうってことですね。これマジ良くないのでね、あの今これねメルマガ書いて、あの音楽撮ってるのが午前中なので、ありがたみを感じにね行ってきこようかと思います、これからね、はい、というところでね、今日は総括の日ですね。なのでまずはね、全国波情報本日の振り返りからですけども、北海道を通過した低気圧からのうねりが強く出ているますね。日本海側すごいですね。そうですね。結構うねりが大きいですね。クローズになってますからね。エリアによってはクローズエリアもあります。太平洋側は東の海上に移動した高気圧からのうねりが続いて、エリアによっては南エリアをね、受けてサイズがコンスタンスにありましたね。湘南エリアとかね、胸とかに、ね、ありましたからね、いいですよね。ですけど、風が予想より強く吹いてしまったエリアが多くて、うねりがね、抑えられてしまってるエリアもね、多いですね。千葉なんかそうですね、結構押されちゃってますね。もったいないですけどね。そうなんですよ。それがちょっとね、もったいないかなって感じがしますよね。それでは明日ですね。明日の波予想ですけども、明日はですね、東の海上に低気圧が移動していきます。で、新たに高気圧が大陸から日本海側移動。そのためね、日本海側はね、サイズが大きい状況が続きそうですね。続いちゃいそうですね。はい。それがちょっともったいないかなと思いますけどね。でですね、太平洋側はね、移動した低気圧からのうねりが出てくれるといいんですけどね、ちょっとどうかな、難しそうげですね。どうかなって感じです。高気圧からのうねりでね、なんとかアソルベルエリアもあるかも、しんないですけどね。高気圧じゃなくて低気圧か、低気圧か、ちょっとどうなるかなって感じもありますね。で、風は低気圧からの風がね、一部エリアで吹いているので、それがちょっとね気になるエリアもある、ただまあ一部エリアなので、まあ穏やか気味ではありますかね、風はね、というところ。で、明日の出戻りサーファー、エンジョイレベルは星2つかなってとこですね。風が比較的穏やかですけど、日本海側はクローズエリアが多くて、太平洋側は穏やかにって感じになっちゃいそうですね。それでは今日の一言ですけども、今日は日曜日ということで、総括の日。それでは早速、総括の日ということでね、ボリューム396。1週間の総括の日からですけどね、先週はねサーフの絶好調でしたけどね、今週は波との相性がいまいちだったかなと思う週でしたね。こっちの見解ですけど、そう、昨日はねちょっとタイミングが合わなくて行けずだったんですよ。海ね、せっかく海にいるのにね何してんだかって感じですよね。まあそれ以外にもね、やりたいことがあったのでね、
撮影とかがあったのでいいんですけども、そうですね、スケボーもいっぱいしたしっていう感じですね。うん、本当ね、海でのスケボー面白いんでね、めちゃくちゃ面白いんでおすすめですよ。ただね、今週はね、風が強かったかなって印象が多いですね。そうですね、春は風が強いってことで春が来てるのかなって感じもしますけどね。ではボリューム397、いつも自分を見れていますかというところで、そう、1日3回のご飯ね、食べたいものを食べた方がいいよね。では陸トレはどうしますかって、1日1回行わないかってことじゃないですか。ってことはもっと自由に、でもかなり意識的に行うべきなのが陸トレなんですね。せっかく行っている陸トレがサーフィンに行けない、上手くならないって方は特にチェック、要チェックやって感じですね。スラムダンク風に言ってみました。まあそれはいいとしてねっていう感じですね。そうですね、それがだとね、もったいないですからね。ボリューム398、睡眠運動が最強説っていうところでね、食は大事ですからね。でもそれより大事なことがあります。それはね、食事、睡眠ですね。睡眠、もしね、最近寝つきが悪いんですなんて方は特にね、必見ですよね。よく見ていただけると嬉しいですね。それはボリューム399、24時間は OK でしたっていうところで、頑張ってるね、頑張って行っているリクトレ、その後に必要なのはタンパク質の摂取だと思うんですけども、自分はね、今はですがプロテインには頼らずね、自然のもののみが多いですって言いながら完全栄養食は取ってるけどね。でもね、いいっすよ、結構ベースフード、うん、取ってるっていうかね、簡単に間食としてね、できるから楽ちんなんですね。やっぱり昨日も言いましたけどね、運動と睡眠がね、大事ですよね。そして食、そう、リクトレしてるとね、もしなんかうまくいかない、もしくはね、筋肉がつかないななんて思ってる方はね、よく読んでいただけると嬉しいですね。全然ね、筋肉ってのはつくものなのでね、やっていただけると嬉しいです。というところで、ボリューム400、一番苦手なリクトレを最短で習慣化する方法ですね。仕事ではね、昔ね、ほぼほぼ毎日連絡を取っていた方がいました。連絡を取らないとね、何か忘れてないかななんて連絡したり、恋人ではないんですけどね、なんかね、連絡を取りたくなっちゃったりするんですよね。そんなもんだと思いますけどね。変な習慣。でもね、サーフィンでもね、そうなったらきっとその行動を取らないと落ち着かなかったりすると思うんですよね。その習慣化する方法っていうのをね、お届けしたいと思います。こちらは結構ね、重要かなと思ってはいることなので、聞いていただけるといいですね。嬉しいですね。それではボリューム401。筋トレ嫌いが続く筋トレ法っていうところでお届けしています。楽に結果が出るとは言いますが、そもそもリクトレ、筋トレが苦手なんですよ。確かに苦手なんです。この気持ちわかります。それなのでね、一応ね、付け加えたのが、もちろん何をすれば最も効果があるのかというのはありますけども、まずは自分のできる楽しめるであろうリクトレを行うことで続けることができると思いますっていう話をしたんですけどね。でも楽しめるであろう、負荷であったやり方で行ってほしく話したんですけども、まあ難しいってことですね。うん。そうですね。まあ確かにね、難しいですね。なので、リクトレ嫌いが続くリクトレ方法をね、紹介しようかと思います。それでは、LINE マガジン土曜日配信分というところでね、土曜日配信は、こちらはね、アメオトライブにてね、お届けしてますのでね、これ、ね、特にね、あれでラジオでね、遠くに聞いていただきたいと思います。千葉一宮のね、いい変化についてもね、お届けしていますので、うん、特にね、ラジオで聞いていただけると嬉しいですね。波乗りラジオやってますのでね、ぜひこちらも楽しみにしてくださいというところでね、来週はですけども、新規の生徒さんも増えてきてね、教材のペースが様々なので、一人一人に合ったペースや接し方を改善していきたいと思っています。もしご要望あればね、いつも言ってください。
その他ね、意見ご感想とかあればね、またね、お願いいたします。というところでね、今日は終わりたいと思います。やっぱりね、あれですね、土曜日日曜日、そうですね、土曜日日曜日っていうのはなんか、ね、長くなりがちですね。というところで、まあ早めに行ってなんとか10分にまとめられましたのでお届けしました。というところでね、明日海に行かれる方はサーフィンを気をつけて楽しんでください。それじゃね、今週も1週間お疲れ様でした。来週も1週間頑張りましょうというところでお届けしました。それじゃまた、バイバイ。